どうもこんにちは、ランニング好き整体師藤村です。本日はですね、首が痛くて回せない原因とその治し方についてお話しさせていただこうと思うんですが、昨日ですね、当院に、女性の方で1年間ぐらい首を回した時に、左に首を回した時に左のこの首のあたりが痛いという訴えで、車を運転する時とかに振り向くような動作とかができなくて困ってますという方がいらっしゃいました。で、その方の首の痛みの原因を見つけていったんですが、僕の動画をよく見ていただいている方はわかると思うんですが、当然首にそのものに原因はなくてですね、この小円筋という筋肉が硬くなっていることによって首の痛みが起きていました。この小円筋はどこにある筋肉かというと、脇にあるような筋肉になります。で、実際にそれを、今からアプリで見ていただこうかなと思います。アプリで見ていただくと、この水色の部分ですね、これ三角筋の後ろの部分剥がしてしまってるんですけど、三角筋を、剥がしてない状態ですと、ここですね、こんな感じのいろんな筋肉に囲われているような筋肉です。脇の筋肉ですね。で、ちょっとこの三角筋の後ろをペリッと剥がしたのが、と出てくるのがこんな感じです。こんなこう細い筋肉ですね。で、なんでこの脇の小円筋という筋肉が首の痛みの原因になっているかというとですね、実はこの小円筋という筋肉は筋膜という膜で、首の深いところの筋肉、特にこの肩甲挙筋とかって言われるですね、首の筋肉ですね、首についている筋肉、と非常に筋肉の膜でのつながりが深いんですね。ですので、こう首を動かしている時っていうのは、当然筋肉の膜自体もこうスライドして動いてるんですが、この小円筋が硬くなってしまっていることによって、首を回すような動きの時に、ここの小円筋の膜が動かなくなってしまって、結果的にそれが首に影響が出てしまったっていうことになります。で、実はですね、こう首を回した時に小円筋という筋肉が硬くなって原因になっていることで非常に多いです。かなりの確率で小円筋はヒットするかなっていう感じが僕の中ではあるんですが、なのでちょっと首を回して、首の痛みがある方というのは、ぜひ今からお伝えさせていただくこの小円筋のマッサージを試していただきたいなと思います。で、今からその方法をお伝えさせていただきます。はい、では今から小円筋のマッサージの方法をお伝えさせていただくんですが、まず小円筋はどのように触れるかというと、手を上げていただくと、ここに肩甲骨の外側の骨が触れます。肩甲骨の外側の部分ですね。で、そのまま腕の付け根の方にこう上げていただくと、ここにですね、たらこみたいな太さの筋肉が触れます。ちょっとゴリッとして痛いんですよ。どの方もここの小円筋って結構硬くなりやすいので、しっかり押さえてこう骨に指を押し付けるようにしながらこう動かすとゴリッとすると思います。ここが小円筋になります。で、この小円筋をですね、クッと押さえたまま腕をこう回していただけます。で、反対側もですね、だいたい10回ずつぐらいこう回していただくと、小円筋がここでマッサージされます。で、反対もやっていきますね。手を上げていただいて、肩甲骨のまず外側を刺します。そのまま腕の付け根の方に指を上げていただくと、ちょうどこの手の付け根のあたり、ここに、たらこの太さのようなゴリッとした筋肉があるので、ここを触れます。で、ここグッと押さえて、ちょっと痛いんですけど、押さえたまま腕を10回回します。反対も10回ほど回していきます。そうするとですね、小円筋がこれだけでも結構緩みます。で、このマッサージをしていただいた後に、ご自身が持たれている首を回した時の動きっていうのを見ていただきたいんですよ。で、おそらく結構の方がこれで首の痛みっていうのは結構和らいでるかなと思いますので、その方はこの小円筋のマッサージっていうのを日頃からもうこれ座ってても立ってても簡単にできますので、こまめにやっていただくと、徐々に首の痛みが取れてくると思いますので、ぜひ試していただけるといいと思います。はい。ということで本日も動画をご覧いただきありがとうございました。